元気が出る大チャンネル、大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今東京駅です。今日これから岩手県敬老会のイベントに呼んでいただいてます。楽しみにしています。大先輩をお祝いし、そして元気づけて帰ってくる、いいお仕事ですよね。年になってよかったなと思うその瞬間は、そういうお仕事に参加できることですね。東京駅です。それでは行ってきます。大チャンネル、はやぶさで二の日ですね。向かいます。さあ、これから行きます。小さな花を見つめ、幸せ見つけよう。北の町道のく、ザ・道のく岩手県行ってきます。行きは1号車から10号車、この会社は全部の車両が支援席です。マトリの1号車から10号車が早稲田号新青森行き、マトリの11号車から17号車が小町号の秋田行きです。これからバスに乗って行ってきます。宇田湯村です。バスです。お参りでした、はい、ありがとうございました。三陸鉄道の久慈駅に来ました。ウニ弁当、有名なアマちゃんのウニ弁当ですよね。書いてありますね、アマちゃんのロケ地。残念ながら今売店を覗いたんですけど、もうウニ弁当売り切れなんですって。ジェジェジェ。三陸海岸ですね。宮古の上、明日は普代村、ここでイベントがあります。東京駅から約4時間、無事に久慈市のホテルに到着しました。イベントは明日ですから、今日は前乗り、これでゆっくりしたいと思います。10年前の東日本大震災では、この三陸海岸沿いは大変なご苦労され、そしてたくさんの辛い経験をしました。明日は敬老会ということなんで、北川大輔の元気を皆さんに届けるべく頑張りたいと思っています。頑張るぞ。それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。台風14号のせいですごい雨が降り始めています。あ、すごいですね。なんとびっくりしました。渡辺明美さんがテレビでインタビュー受けてました。こちらは防災区の方法ホテルのレストランです。おはようございます。おはようございます。今朝食食べてますけど、はい、実は家の報告があって、台風で中心イベントはね、しょうがないね。しょうがないですね。今日の動画はそんなことで、朝食を美味しそうに食べる動画に変わります。残念です。
まい。じゃーん、美味しそう。きますね、今日なんか仕事が中心になったんで、納豆をかき混ぜる回数がなんか多いよね、300円ぐらい混ぜるといいらしいですね。気合入ってます。粉粉にしてかける、納豆とね、うん、ネバネバ、健康的な味すごい。残念ながら今日はこのままイベントの話なので、東京に帰るということになりました。これからまたゆっくり、ね、帰りたいと思います。美味しい食事をいただいてホテルの部屋に帰ってきました。ちょうど時間は9時になりました。9時第一ホテルの9時になりました。残念ながら今日は敬老会中止ということになり、まあ仕方がないですよね。これから東京に帰ることになります。せっかくなんで一曲ずっと二人を聴いてください。お前お前お前ばかりを責めてるわけじゃないからね、だから泣かないでくれないか、俺も悪いとこあってさ、必ず夢は見せるからついてきてくれよ、ずっと俺についてきてくれよ、ずっと俺に。今日は残念ながら敬老会中止ということなんで、スタッフの皆さんにこの動画をお伝えしてですね、もし見てもらえたら元気が少しでも届けられたらいいなと思っています。さあ、これから東京に帰ります。さあ、今からホテル出発です。まあこんな天気ですよね、しょうがないですね。寒いね、大丈夫かな。まあ頑張って歩きましょう。行けば1分弱くらいなんですけどね、さすがにこの雨だと傘をささないわけにいかないですね。もうそこは正面が駅です。さあ、久慈駅到着しました。今日もし売ってたらウニ弁当買おうかな、ちょっと見ていきたいと思います。弁当機を売ってるみたいなんで、ちょっと寄ってみたいと思います。今さまじゅう、やったー、ゲット。さあ、これから二戸にバスで向かいます。あまちゃん、かわいい。おはようございます、今日お世話になります小田さんです。今日残念ながら
申し訳ませんでした。いや、とんでもないです。もうでもせっかくわざわざ見送りに来ていただいてんで、イエーイ、いいです。あ、バス到着しました。はい、元気でお願いします。失敗しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、さあ、無事に駅に着きました。二戸駅です。では、このまま新幹線で帰ります。二戸駅です。いいとこなんですよね、この辺ね。ね、あ、地図がありました。これです。それでは帰ります。さあ帰ってきました。これすごいね、これね。ね、凛々しくてね。じゃあ楽しいな。二戸駅、はやぶさに乗って帰ります。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。